せーの、黒猫チャンネル。ありがとうございます。ありがとうございます。コンサートバージョンであれば、うん、配信を許可しますという。なんか奇跡が起きるときはこういう瞬間なんでしょうね。うわ、すげえ、やるんだ、まずやれるんだ。なのでオリジナルな作品の価値を考えましたね、僕は。はい、バイオレットって女性が旅していく話なんですけど、はい、あ、もう言い張りました。中止ではあります。というわけで本日のゲストは演出家の藤田俊太郎さんです。はい、どうもありがとうございます。呼んでいただき誠にありがとうございます。舞台演出をしております藤田俊太郎、よろしくお願いします。まあ、その2020年はまあいろいろなことが変わって、でその中でこう演出作品、4本5本、トータル1年トータルでいうと5本ですね。少なくとも自分自身や、はい、自分のカンパニーのことでいうと、やっぱりこのコロナの状況になって180度変わりましたよね。そうですよね。あらゆる局面で、ポジティブに捉えて、はい、作品を上演できることはね、とても幸せなことですし、お客様の熱度も感じておりますので、対策を取りながら続けていくと、演劇の一回生っていうことが僕はより実感できているというのが今日です。ジャージーボーイズがまずあって、はい、それがこうコンサート版として上演することになったじゃないですか。2020年の、夏に上演予定で、まずは一度全公演は、中止ですという発表をしたんですけど、僕は中止じゃなくて休止って言い張ってたんですけど、あ、そうなんですか。休んでるだけなんで中止じゃありませんって。なるほどなるほど。文字通り休止というふうになりまして、コンサートバージョンで復活した、まずうわ、すげえ、やるんだって、まずもうやれるんだってことを思いましたし、僕初めてこの黒猫チャンネルで、ロケをやったのがそうだ劇場に行こうっていう企画 で、はい、でその時にジャージーボーイズの看板がこうバーンってあって、しかもジャージーボーイズという、こう海外の作品を配信もするっていうので、もう先陣を切ってっていう感じだったんじゃないですか。もうそうですね、いろんな奇跡が重なりました。その奇跡っていうのは、まずはジャージボーイズで言いますと2016年から公演をしているわけです。はい、初演再演とありまして、権利元とプロデューサー、東宝演劇部の制作陣の方や、との関係ですよね、版権元から、コンサートバージョンであれば、この状況下なので、配信を許可しますという、日本の中限定ですけれども、という奇跡はなかなかブロードウェイミュージカルでは実現しないと思うんですよ ね。いざ進んでみると、たくさん大変なね、感染対策 のハードルありましたけど、それはなんか軽々と乗り越えられるぐらいのカンパニーの勢いと強い気持ちがあって、それはもうこの状況じゃなきゃ生まれなかったものなんじゃないかなと思います。もともとジャージってこう映像の演出がちょっとあったりしてたじゃないですか。そうなんですよ。なんかそういう意味でもある意味こう映像になるって時に、ああ、めちゃくちゃ調和性があるんじゃないかなって思ったんですけど、あともう一つの奇跡は2018年にコンサートが実現してたってことですね。コンサートをシアターオーブでやったので、その時に結構スクリーンをこう多用しまして、監督と、その映像の監督ディレクターの方がいるんですけど、とももう最初から意思疎通できてたっていうのも良かったですね。それが2020のこの夏の配信の際にも監督してくださっているので、そういうなんかチームがちゃんとできてたっていう、すごい幸運でしたね。積み重ねてきたものがこう結実するっていう瞬間だったと思います。2016年でシアタークリエで幕を開けて、2018年にさまざまなシアタークリエ以外の劇場で、全国の劇場で公演をして、そのお客様の支持がものすごい後押しと、僕らを支持してくださった声があったからこそ、2020年に帝国劇場で幕を開けるというところにたどり着いた、つけたってことですね。でそれがあったからこそ、公演そのものは中止になりましたけれども、休止ですね、休止になりましたけど、コンサートバージョンでならできると、そのコンサートバージョンも、やってた台本があったから、そうですね、あと一つ一つこれも台本の許可も取らなきゃいけないし、そうですね、コンサートバージョンはじゃあやりますってできるわけじゃなくて、
本当僕羨ましいなとも思ったんですよ。そのやっぱ海外の作品で日本向こうってすごくスピーディーにいろいろ動いたじゃないですか。羨ましいなと思った反面、あの段階でそれがゴーってなったっていうのがあって思ったんです。奇跡が起きるときはこういう瞬間なんでしょうね。まああの歌の中で君こそ奇跡と、はいはい、あのフランキー・バレー歌ってますけれども、はい、まあ、奇跡っていうこのいわゆる道の方というか今まで積み重ねてきたものが本当にこうミラ奇跡を生むっていうふうに思いましたね、うんうん、その時僕は何を考えたかっていうと、じゃああのジャージーボーイズのこの権利が取れるんだろうか、うん、あの本国とどういう話ができるんだろうか。その時僕やっぱ思ったのは、そうか、じゃあ日本のオリジナルの作品をこういう時にあの上演はどうやったらあのできるのか、時に真っ先に僕はやっぱりあの伊藤式僕の時代、はい、そうですよね、伊藤、あ、はい、合ってます、合ってます。いやもう稽古場と本番も来てあのちょっと稽古場を、ね、あのお邪魔させていただきましたし、あの本番であのトークさせていただきましたので、例えばあの大輝くんのカンパニーであれば、はい、この状況の中で愛おしき僕の時代、コンサートバージョンやあの本編を例えば映像を撮ったりすることの、うん、スピーディーさはきっと比べ物にもならないぐらいですね。そうですね。っていうふうに考えました。僕も今まで自分が演出した中のオリジナル作品のことを思いましたし、うん、そうですね、スピーディーにやっぱり実現できるっていうのはありますもんね。やっぱりあの版権っていうことを先ほどから話してますけど、はい、僕はね当然ですけど作った方がいて、うん、音楽の権利もあるし、うん、あの脚本の権利もあって、うん、あ皆さんも配信見たいから来れないから、権利って確かに、ま、言い方あれだけど煩わしい風に思うかもしれないけど、ある意味その著作者というかアーティストを守るものでもあるわけじゃないですか。あのやっぱり僕はそう思い、当然ですけど思いますね。あの最初にやっぱり書いたり、書いて音楽を書いた方、はい、あの台本を書いてその作った方っていうのは当然スタートですから、うん、その権利がを守られるべき当然ですし、うんうん、でそれをまあ演出はその後の時代にね、あの演出しているわけですから、まあ、しているに過ぎないと僕は言ってもいいと思います、まあ、過ぎないからこそ、まあ、新しい発想をね、うん、そこで価値観を作ることもできるっていう両方を含んでると思いますけれど、はい、なのでオリジナルな作品の価値を考えましたね僕は。バイオレットの話もちょっと伺いたいんですけど、はい、まあ、これ本当あの海外でクリエイターの作業があったりしてんで日本でいよいよ上演だっていうことなんですけど、これもまあ、リスケというかこれも休止です、はい、なりまして、僕はもう言い張りました、休止で29公演が休止になりました、うん、休止になってその後プレアハウス、プレアハウス、あの東京芸術劇場のプレアハウスで29公演が5公演になりましたが、いや、まずこの公演ができたことも一つの奇跡だと思っております。出ました、奇跡。演出面とかもちょっと例えば工夫というかされたりとかっていうのはあったんですか。演出プランはまあ変えましたというか、まあ、変えざるを得なかったので、うん、それもポジティブに捉えて、はい、演出プランとあとキャストの方、皆さんたくさんスケジュール、はい、あのお仕事されているので、うん、3月稽古して全員で作った作品ですし、うん、誰一人欠けてもそのバージョンはできないわけですから、はい、ただまあ9月にまあ3日間できるっていう可能性が出てきた時にもうまあ新たに作ろうと思いました。だから全く変えるっていう発想でやる。演出面で言うと、舞台上にもともとは客席を四方囲いで作って、仮設の客席を作って舞台上でお客様が一緒に旅をするっていう大きい演出コンセプトがあったんですけれども、9月の段階ではあの舞台上にお客様を座っていただくことが叶いませんでしたの で、ねうん、で距離を取った上でプロセニアム型というんですね、うんうん、まあ、通常の客席です ね、 あの舞台ですね、いわゆるこう円形劇場みたいな形から普通のこう舞台になったよ、はい、っていうことですよね、はい、あの客席があって舞台上があるという形で、ただセットはそのまま残しているので、はい、あの舞台上にお客様が本来座るはずだったところにあのこれでもかという意地で椅子を残し、そして最後、四方杯までするという、はい、意地を見せながら、ただ意地で終わっちゃいけないので、うん、プロセニアムの形にどういうふうにして、作品を導いていくかという丸ごと変えるつもりで演出しました。
うん、なるほど。ただこの作品一番大きいところは出演している皆さんとやっぱ対話を重ねたことが本当に大きくて、テーブルワークの時間っていうのをすごく皆さん撮りたいと言ってくださったし、僕も撮ったし、うん、翻訳と訳詞家がずっと稽古場に行って、いやそれはでかいですね。すごい貴重でした。訳詞家であり翻訳家が、その場で変えていく、そういう稽古ができたこともすごく幸せだったと思いますし、うん、新作でそれができるっていうのはで、なかなか見てらっしゃる方はあまりピンとこないかもしれないですけど、何人もこう人がか関わっているから、こう俳優がここはうまくいかないっていうことをこうポンって投げたら、それがスタッフ A さんからスタッフ B さんに行き、それが演出家に行ったら今度これは制作に行って、制作から翻訳さんのところに連絡が行って、 それが戻ってくるまでにもう稽古進んじゃって、このセリフもうないみたいな。どうしても新作やるときには先に行かなきゃいけないし、そうですね、稽古まずはカンパニー関わる全員で最後のシーンまで行こうっていうことが、史上命題なんですね、うん、これは僕自分の作品でも、はい、1時間半の作品で起承転結で、うん、起承の章ぐらいで俳優の皆さんだったり、僕自身もなんかこの納得できないなって思いながら天に行かなきゃいけない、はい、起承、章がないのに天に行けないのに行かなきゃいけないっていう局面は避けたいですよね、うん、そういうものづくりはもうしてはしないというカンパニーを作りたいなと思ってるので、やっぱりどんなに時間がかかっても実感しながら全員で進んでいくっていうことがやっぱり必要ですよ、ね、それうまくいってないなと思ったらどうされるんですか。もう一回止めて。そうですね、それぞれのカンパニーによりますけれども、うん、バイオレットっていう作品に、今こと言うと、はい、結構叱咤激励してくださる皆さんがいらっしゃるんでね、はい、結構そうですよね。大輝くんを、ね、紹介してくださった、ね、方とかが、ね、カンパニーに言うんですよ。今日は、ね、一人一人名前出してくとすごく長いと思いますの で、 です、ね、大きめの方ってことにしました。答えだったり可能性をたくさん用意して稽古場に行こうとは思ってます、うん、そうするとなんかなくなることはなくて、アイディアとか、はい、台本とか曲の読み解く可能性っていうんですか、うん、こういうふうに台本で読めるんじゃないかなとか、こういう大きいコンセプトがあるんではないかっていうことをいろんな答えを用意して、劇場内稽古場には行くようにすると、うん、やっぱり形になるんじゃないですかね、うん、もう時間との勝負は続けながらも、はい、なんか行き詰まったらじゃあ次の球っていう感じで試してみる。そうですね。あとコロナ禍で良かったのは時間が決められてるじゃないですか、はい、稽古時間がこの、ね、今日、ね、6時までやんなきゃいけない、うん、6時までやん逆に良かったんじゃないですかね。確かに6時までって決まってるとその中でアラン限りの集中力をこう発揮すると答えが出るっていう、ね、そのやり方良かったですね。僕はバイオレットの話で言うと、はいはい、ロンドンでのオフウエストエンドのチャリングクロス劇場というところで、うん、2019年にまずはこのバイオレットの作品は、はい、日英共同プロジェクトなので、うん、まずロンドンで幕を開けたのがベースになっているんですよね、はい、うん、そうなるとロンドンの稽古なんか思い出すと18時って決まってるんですよ。11時から18時で食事休憩1時間ってこれも決まってるんですよね、うん、ってなると18時になるじゃないですか、はい、そうすると18時1分には全員稽古場からいないですよね。すごい、まあ、自然とそうなるってことですよね。そうです。でも日本でそれやったらもうなんかもうなんならちょっと若手がやったらキレられるじゃないですか。お前まだ入ってないのに1分後に稽古場から帰ってんじゃねえみたいな。そうなんですけどね、それがだから本当に17時58分にはみんな帰る準備しながら稽古してそれでだんだんちょっとそわそわしててみんな、まあ、うん、当時はねみんなパブにみんな行ってたんで、はい、18時になるとじゃっていう感じ でその潔さでそこでまとまらなかったこと明日、うんうんうん、というふうになってるのすごく潔かったですね。まあもちろんこのコロナの状況でロンドンもね大きく変わってると思うんですけど、その演劇の文化っていうのは取り入れられることはたくさんあったんじゃないかなと思います。そうですね。藤田さんの演出の作品を見に行ってすごく気になってたことがありまして、ナインのことで言うと字幕を出すっていうことはごく自然なことでしたし、うん、天保12年のシェイクスピアっていう作品に関してはやっぱり井上久志さんの、はい、言葉の強さっていうものをこう、うん、見ていただけるんじゃないかなと。それは本当に思いました、ね、思いましたし、演出はカツ丼だっていう、うん、あと演出はナポリタンだ、うん、